ででは最初のニュースこちらです新型コロナウイルス、国内の重症者は過去最多の410人。分科会でも指摘をされてますように、この3週間が極めて重要な時期だと、国民の皆さんにおかれまして、ぜひともマスクの着用、手洗い、そして3密の回避という感染拡大防止の基本的な対策にぜひご協力を。 いただきたい。 えー、菅総理大臣のコメントを聞きいただきました。国内で昨日、新たに2504人の新型コロナウイルス感染者が確認されました。2500人を超えたのは過去最多を記録した今月21日以来です。また、死者29人は最も多かった5月2日の31人に次ぐ水準となっています。さらに、重症者410人。こちらは今月25日に続き最多を更新したということです。 ということで、えー、新型コロナ、まあ、これね、いろんなところに影響出てますけれども、はい、まずは河野さん、どうご覧になりますかでまずはやっぱり冬の時期ということで、はい、まあ感染が広がるんじゃないかと、まあ、予想はされてましたけれども、うん、まあ特にあの重症者の方が増えてるっていうのがまあ一番の問題ですよね。<ー>まあですからあの、自分のためにやっぱり感染を防ぐということもあるんですがやっぱり人にうつさない、はい、人のためにもということで、うん、そこら辺はやっぱりよく。 うく 行動についてはですね気をつけていただきたいなと思います菅野、はい、さん、ご自身は、えー、統合幕僚長、2019年の4月1日付で退官ということですので、コロナはその後に来たという感じになりますが、ご覧になってて、やっぱり安全保障に関しても、相当これ、影響ありますよ、ねえー、あのまずあの、有名なところとして、あのアメリカの空母が感染して、しばらく動けないという状況になりましたよね。はい 軍、まあ、自衛隊もそうですけども、うん、行動に大きく影響を与えますので、はいえー、特にあの軍、あるいは自衛隊もそうですけども、はい、集団の行動するのが原則なんですね。ええええ、だって、ここはあの感染の始まるとです、ね、非常に大きな影響を受けるというのが、はい、一般の社会も恐らくあのあ<ー>可能性が高くなりますので、まあ、十分注意しなくてはいけないことです、ね、う仕事そのものが密みたいなところでやるわけですもんね。はいはい で、それのこう感染予防っていうと、本当これ、凡事を徹底するしかないって感じになるんですかね。はい、はい。あのー、今ですね、自衛隊も、あのー<ー>こう、特に、今、北海道、北海道自衛隊で今、拡大してるということを聞いております。はい。で、あの、聞きますと、やっぱ教育課程で広がってるということなんですね。で、教育課程って基本的に、あの、 あの全国からあるいはある地域から、はい、隊員を集めて集合的な教育しますので団体生活になるんですよね、えーえー、でどうしても、えー、で今回、今北海道でちょっと少し前はあの朝霞の女性自衛官の教育部隊で、はい、クラスターが発生したということでここはだから非常に気をつけなくちゃいけないのと特に私の場合、あの海出身ですので、えーえー、船に発生するとおそらくもう逃げようがない。 ことになると思うんですよ。空母のアメリカの空母の例がそうですけど、まさにそうですよね、はいで。こうなると船が止まるということになりますので、えー、まあだから今のところこの事案っていう名前でちょっと聞いてませんので、はい、船が。 感染したというのはですね。そうですね。ただ、そこは、まあ、十分気をつけてるんだろうと思います。はい、うん。実際、あれですよね。あの、中東に派遣された、その海賊警備の、はい、自衛、護衛官なども。はい、港に、こう、寄港しないで、ええ、ずっと洋上で生活し続けると。ええ で,でも、これはこれで今度、大変さんも、ねえーまあ、たちがそうでしたもんね。たまにですね。ただ、あの、私がですね、2003年にですね、あの実は、えー、あの、9.11の対応として、はいえー、あのインド洋派遣で、インド洋であの補給のーテしたんですよね。はい、ええー、<で>ありましたね。2003年の7月か11月までですね、あの、その指揮官やっておったんですよ。<ー>で、通常は日本を出てですね、その、インド洋に、 到達するまでに、シンガポールに立ち寄っとったんですが、私の時ちょうど SARS が入ってましたので。あ<ー>であの 乗組員の休養を考えるとですね、あの、やはりシンガポールに寄るというのが、まあ、一番のベストだったんですが、えーえー、私の判断としては、やっぱり、はい、あの、そこは避けました。やっぱ、SARS が、もしか移ったらですね、はい。任務遂行できなくなりますので、ええ、えそうやって、あの乗組員にはかわいそうだったんですけども、でも、シンガポールは通過しました。なるほど。それぐらい、やっぱちょっと、あの、感染症についてはですね、非常にやっぱりシリアスに考えたほうがいいと思います、ね、うん。 えまずは新型コロナについてでありました。おはようニュースネットワーク。東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします。時刻は7時11分を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です。今朝のコメンテーターは全統合幕僚長の河野勝利さん。取り上げるニュースはこちらです。 中国の王毅外相の尖閣諸島をめぐる発言、自民党の外交部会が批判。自民党は昨日、外交部会と外交調査会の合同会合を党本部で開きました。 今月24日に行われた日中外相会談後の共同記者発表で中国の王毅国務院員兼外相が尖閣諸島の領有権を一方的に主張したことに関し政府に十分な反論を求める声が相次いだということです近く決議文をまとめ茂木外務大臣に申し入れる方針です、えー、きちんと抗議をするとともに、えー、その旨を記者会見できちんと明らかにすべきだという いうような、あ意見が、かなり出てきたということであります。まあ、あの、日中の外省会談とその後の発表と、ちょっとやっぱ普通に見ても違和感を感じたように思いますが、いかがですかそうですね。あの、今回のあの、大きい外省のですね、はい、コメントで、まあ、一部の真相が分かっていない日本漁船が、 まあ向こうでいうところの、あの、<っ>あれですね、あの、長漁島ですね、はい、周辺の敏感な水域に入る事態が発生していると、<っ>まあこれが事実だということを言って、えっある報道によると、偽装漁船というような言い方も確か下い方か聞いとるんですけれども、はいうん、これはですね、やっぱりもう感化し難い言葉ですよね、しかもそれ共同記者会見で言ってるわけですから、はい、であの外相会談で、まあうん、当然日本は、えーまあ、抗議もしですね、反論もされてるんでしょうけども、はい、それがやっぱ表に出て、うん、出ないとあんまり意味ないですね。 はい、こういうこういう共同記者会見で言ったっていうことをこれを世界に発信してるわけですから、えーえー、ここはですね、やっぱり日本もやっぱそれそこのですね発信をしていただきたいなと。でこれあの市共産党委員長もですね、はい、あの、えー、述べておられるということなんですね。とおらかこ,こ, <laughs> ここはだからやっぱそういう姿勢は示す必要があると、うん、で、今ですねこういう何します、日本っていう。 たらあのこういうあの中国では割々攻撃的なメッセージを世界に発信しますね。はい、日本の場合はどうも遺憾だとかですね。えーえー、受け入れ合いとか、はい、で前向きな行動を要請したとかですね。はい、ど,どっちかと,いうとこうあの受け身の,、うん、このステートメントが多いんですよね。なんとなくオブラトリスみたいな。なんですよでさあ世界のはの人たちはやっぱりあのはっきり言ってもらったのがわかるわけですよ。でも、はい、この差がずっと出てきてですね。ついにまああれですね。もう公平に見てですね。はい あの尖閣諸島問題っていうのが、係争地だと、日本と中国となるはい、という認識がもうおそらく世界では広まってるんですよね。<ー>で日本にとってこれ、全然係争地でもなんでもないんですよ、それが日本のスタンスですから。うんはい、ところがやっぱこういうやっぱアピールの差で、やはりこういうことになりつつあるということですね、えーえー、だから私はやっぱりもうちょっとあの日本のこの世界にわかる、はい、あのステートメントといいますか、 うん、アピールは必要なないいかなと思いますのあのやっぱり王毅氏が言った、まあ、あの発言だっておそらくはその中国共産党のラインに乗っかった形で、えーえー、自分の意見というよりはそうやって発言をしてきたところで何も言わずにニコニコしてたっていうのは。うん 別のメッセージとして見えてしまうんですあ、ね、の世界は、ですからそうなると、うん、日本のメッセージは言われてなると、日本の根拠の方が薄いんじゃないかという解釈するのは普通ですので。日韓もそれは言えるんですねあれあの。韓国もそうですけど、はい、攻撃的なメッセージ発信しますね。えー、それに対して、まあ、どっちかというと日本は同じ土俵に乗らないというスタンスだとは思いますが、はい、割合にこれは大人の対応ということで受け止めるんですよね。えーえー、で、まあ、あの まあ大人の対応だということでまあなんていうか自己満足に浸ってるの分にはいいんですけど、はい世界はそうは見ないというのが現実だと思いますので、うんそこはちょっとあの私はやっぱりもうちょっとはっきりとあのこういう問題については、はい、あの述べるべきだと思います。うん,んまあ実際その加藤さんまあ東伯町の時もそうですし、まああの開示のはい、はい、主観された頃からやっ海外との付き合いっていうのは多かったと思うんですよ。そうするとやっこの話をした時とかにはい、はい、あれ日本側のメッセージ 伝わってないなって思うことはいっぱいあったわけですか、えー。そうですね。あの、特にですからですね。えー そういう面があったと思います、私の時はですね、統合幕僚長の時は、日韓が非常に厳しいであで、いわゆる局実自衛関機を上げてくるなと言われましたし、P1 という我が方の哨戒機に、いわゆる射撃管制用のレーダーを照射される、こういう事件があったんですね。で、これでいろんなやり取りやりました、向こうも非常に厳しい言い方をし、無礼だということを言ってきたんですね。はい で私は、まあ、極力あのなんこう、政府内であのこうトーンを、まあ、反論のトーンっていうか、それを決めるわけですけれども、あはい、私はあ,のあえて自分のこと、うんはい、あで、私ができる範囲ではっきり反論するように努めました。そうしないと分かってもらえないと。 またた世界のの人たちも分かってもらえないっていうのがまあ私の認識でしたので、はい、しかもそのこう反論の仕方としてあの、もちろん幕僚長会見というのがもう定期では、はい、設定はされてますが、はいはい、それだけじゃなくて、はい、例えばこの有楽町日本村の近くにある外国人記者協会であるとか、はいはい、そういうさまざまなチャンネルで発信されようとしましたよねそうですね、だから、まあまあ、ある程度、それはあの現役でしたので、原、ま、型、あ、はあるんですけれども、やっぱり単、まあ、的に言いますと、 顔を見せないと、分かってもらえないということだと思うんですよ、だからやっぱりあの言葉で発せられる分には、ぱ言葉で発するということは大事だと思って、まあ、いろんな対応はしましまたこれ、やっぱりトップが発するのと、はい、例えば報道官が発するとかってのはまた違うわけですか、はい？あ、それは全然違いますよね、全然違う。トップ見るからの言葉とっていうのは、やっぱ組織を代表してるということになりますので、はい、じゃあ、今回も茂木さんがあの、まあ、何もやらなかったと、えーで、その後翌日に確か外務報道官の発表で、会談の中で、 ではきちんと反論してたんだというふうに出しましたけど、これは遅れて出した証文というのはどうですか、あんまり会談の中ではおそらく反論されてるんですが、しかし、それは表に出てないわけですよね、反論したということだけで、しかし、あの王毅外相は共同記者会見で世界に発信したわけですよね。やややっっぱぱそその差はは出てきますすよねですからそこはや うん、私はやっぱりちょっとやり方をもう一回練り直した方がいいんではないかなと思います。うんうん、そして尖閣をめぐってというと、あの、週末21、えー、ごめんなさい、17日だ、えー。先週ですね、あの、産経がこんな記事を書いておりまして、えー、民主党政権時代に、えー、官邸が護衛官は見えないところにいろというふうに言っていたと。うん、おこれ、あの、菅野さん、都内の公園での講演でこういったことをおっしゃったということですが、やっぱりこう、官邸の意向によって、 現場での行動とかっていうのも、相当これ、変わるところももちろんですあの、それはシビリアンコントロールですから、あ<ー>で私どもの意見はありますが、はい、ただあの、最終的に政治がこうしろと決定したことは、それは絶対従わないといけませんので、で特にあの、うん、民主党政権、これ野田政権の時ですけれども、はいあの、国有化しまして、ええ、その後もう非常に中国がです、ね、あの攻撃的な行動に出てきたんですね、はい、非常に。し、まあ、っってて当時のの政府の判断としてははここはやっぱりあの 自制をしてですね、刺激をしないという判断だったと思います。うん、で、まあ、我々としては、まあ、あの、そういう判断でしたので、いへいへいそれに従ったということですね。はい、ただ、安倍政権になって、はいえー、明確に、あそこは、あの、もう、領土、領海、領海、断固して守るというのが、安倍政権の方針でしたので、うそこは、まあ、 方針を変えたということです、ね、でそれにわれわれはしたがったとこれ、目の前でそのまあ中国がこう攻撃的に出てくるところにこう直面をされ続けたっていう、うん、わけですよね、うん、その任期の期間中も含めてですが、このやっぱりここ10年、20年の動きっていうのを見ていると、どうですか、エスカレートしてきてるんですかあのエスカレートしてますねででただあの私の私時もですね。はい あのヘリコプターと護衛艦に対して火器管制レーダーを照射されたんですよ。はい、でこれは中国から照射されたんですね。でしかも尖閣というホットスポットの近くでやられてるわけですよ。はい、ということは、ええあのー、これは韓国からですね照射された時は何かの間違いだと まずは思ったわけで、えー、あの、友好国ですから。はい。それが、まあ、あの、ちょっとあ、ああいう具合になって、ちょっと、非常に変な方向になっちゃったんですけども、うんうん、あの、中国の場合ですと、これ、やっぱり攻撃行動と認識するのが普通ですので、はい、まあ、それはもう緊張しましたですね。うん、で、それと、 私の時よりもっとエスカレーションしてるのは、まあ、さっきあの、王毅外相が言ったように、はい。あの、ちゃんと合法的に、王毅外相にし識が違って、違うんですけども、合法的に、えー、漁をしている日本の漁船に対して、はい、うん。会計という向こうの警察組織、まあ、ほぼ軍隊ですけども、うん、それが追いかけ回すという、いわゆる法執行をしてるわけですね。はい。で、これは私の時にはなかったので、 えこうそういう面ではエスカレーションさせてると思います。うん、うん、どちらがっていうと、これは中国でエスカレーションさせてるわけです、ねあ。もうそれもそれもこの尖閣時代について、まあ あの、北朝鮮事案についてもそうですけども、はい、すべ滑からく我々はリアクションを取ってるわけですよね、うん、日本は。うん、向こうがエスカレーションさせたことについてリアクションを取ってるということで、はい。うことで、まあ、あの、当然日本からですね、エスカレーションさせるべきではありませんのでね、うん、まあ、そこは冷静に対応すべきだと思いますが、まあ、工事としてはそういうことだということですね。今現場では海上保安庁が必死にやってるっていう感じになるわけですか、これは。いや、えっ、ー、とですね、従ってあの、日本としては、はい、あの、 一応向こうは光線と言ってますから、公の船と。あのそうはいわゆる海径をですね、えー、ただこれはまあ軍事組織の中にも組み込まれてるんですけども、これに対して海上自衛隊の灰色の護衛官が行くと、向こうに口実を与えるということもあるので、まあ、ここは あの海上保安庁が対応してるんですね。ただ、その近くには必ず中国の軍艦がおりますから、<ー>でこれについてはまあ海上自衛隊がやってると、で、さっきも言った安倍政権以降は、ちゃんと見えるところで、あのこちらもプレゼン示すという方針になりましたので、うんあのそういう対応を取ってるということですね。複合的にというか、重層的にそうですね、だから向こうも、あの、高船と軍艦、こちらも海上保安庁と海上自衛隊、うん、あるいは航空自衛隊もですけれども、うんが協力して対応しておるということですね。なるほど えー、この時間、全統合幕僚長の河野勝利さんとお送りしました。続いて、教えてニュースキーワードです。大統領日報。大統領日報。 PDB というのは国家情報長官室が大統領や副大統領、上級顧問のために作成する文書のことを言います。アメリカの大統領が毎日情報機関から受けるものですが、ホワイトハウスは26日までにバイデン次期大統領が大統領日報を受け取ることを正式に許可したようです。 機密情報のブリーフィングを受けられるのは大統領選に勝利した候補者に付与される最初の権限の一つで、そうした情報には大統領に就任後すぐに直面する国家安全保障に関する事項が含まれているということです。 いつ始まるのかは現時点で不明だというふうに、アメリカのメディアは伝えておりますが、この権力の移行期というのは、安全保障上はこれ、注意しなきゃいけないポイントですあもちろんですね、やっぱりある意味のちょっと空白期間になりますので、この時期ですね、はい、まあさっきの話に戻りますけれども、王毅、ええ、外相がやっぱり日本、韓国を訪問してるのもですね。はい この、今、アメリカが、なんとか、少なくともトランプ大統領が、まあ、身動き取れない状況なんですよね。まあそこをついてるということも、それは間違いないと思います。で、今回、あの、大統領日報ということなんですけど、はい、あの、これもよく言われてますが、あの、ゴア・ブッシュの戦いの時に、やっぱりずっと決着がつかなくて、この移行期の安全保障上の申し続きの遅れが、ええ その年の,の9.11の対応につながった、はい、ということを言われてるんですね。えーまあ、その因果関係は明確かどうか分かりませんが、はい、だいずれにしたって、あのこの移行期における安全保障上の,あのこうトランジションというのは非常に重要ですので、まあ、今回あの、大統領日報時間、あのいや情報ブリーフだと思いますが、はい、これが受けれるようになったということは、はいまあ、これは非常に。あの 前進したなとこれ、あの、この間、台湾に、はい、えー、アメリカのインド太平洋軍の情報のトップが訪問したというのがあったじゃないですか。あれもやっぱりこういう移行期だからこそということを睨んでのっていうのはあるんですかね。 ここはですねおそらくあの、はい、今、トランプ大統領が非常に台湾に対して非常に、えー、あの力を入れてますよね、はいあの、厚生長官を送ったりとか、ですね交換を相当送ってるんですよね、はい、まあその一環としてあのアジアジア、インド太平洋軍の情報担当の責任者をまあ送って、ええ、そこを機密化を図っているということだと、だここはあまり移行期ということより、これはやっぱりトランプ大統領、今大統領、まだトランプ大統領ですから、その政策の下でやっているということだと思います。 これが、まあ、あの今後、ね、えー、選挙のまあ訴訟がどうなるかというのはもちろんありますが、はい、え仮にこうバイデン政権に移行してきたということになるとこう外交・安全保障でどういうスタッフが来るのかというのは日本にとって重要だと思うんですが。 今のところ、その国務長官はブリンケンさんと一緒になると。国防長官はまだ出てないですが、えーえー、どういう外交安全保障政策になるとお考えですか、えー、まずあの、ブリンケンさんど、まあ決まったと思いますね。えー、そうですね。国防長官、はい、まあよく言われたのはフロノイさんというあの、えー、女性です。女性ですの方で、うん、この方はあの国防副長官かなという経験もされておられる方なんですよ。常識的にあの同盟国との関係もコントロールされる方だと聞いておりますので、うん、で特にあの トランプ大統領の場合、非常にリーダーシップが強く、はい、やトップダウンという決定し方だたと思います。はい、ただ、バイデン副大、あ今の,あの元副大統領ですね、バイデン元副大統領については、ええ、おそらくパーソナリティ的にですね、ええ、リーダーシップをガンガン発揮するというよりも、やりボトムアップを重視される方だと思いますので、はい、国務、国防でそれなりの方を置けばですね、 そうあのー、大きくアメリカの、まあ、方針が転換するとかちょっと危ない方向に行くとかということはない、はい、ように思いますのであそこは、まああのまあ、今後ですねあのしっかり見ていきます。ええええ いかなければならないと思いますが、まあ、そこは私はそんなに心配は一時期、スーザン・ライスさんという人が来ると、<laughs> えー、こう中国に相当融和的になるんじゃないかとも言われてましたが私、スーザン・ライスさんはよ、よくは知れませんが、今、飯田さんが言われたような評価がありますよね、オバマ政権時代の、ねはい、評価が、はい。ただですね当時のの中国の、はい お脅威の、アメリカに、はい、が抱く脅威の認識と今ってとは、ね、ちょっと全然違ってきてますから、そこはやっぱりあのスーザン・ライスさんも認識はあの当時とはやっぱ変わってるんじゃないかとは思いますよ、ね、これ、まあ、そうなってくると、ただ、民主党政権ってあの、イメージとしては国防費をこう減らす方向に行くんじゃないかと、えーえー、そうするとこのアジア太平洋でのプレゼンスもどうなるんだ、えー、みたいなことも言われますが、えー、この辺どうですか。 同盟国重視ということをまあ明言されておられるんですね、はい、バイデン大統領で。私まあ現役時代、実はあのバイデン大統領にお会いしたことあるんですんで、その時でも非常に日米同盟がですね重要性を強調しておられました。えー、で、その認識はあの間違いないと思うんですよ。えー、ただ、あのー、バイデン、えー、次期大統領も言っておられるのは、はい、もう同盟重視だと。 だからアメリカに全部任せてくれっていう話ではないんですよね。<ー>要するに一緒にやっていきましょうということなんですよ。なるほどしたがってここはですねあ,あまり日本は勘違いしちゃいかんのは、はい、やっぱりその日本は大分の責任を負担をしなければならないというのは、うん、トランプ政権時代と私は変わらないと思います。 ははい、その辺ってやっぱり集団的自衛権一部容認っていうのがあ、えー、なったじゃないですか、えー、これはあ責任を日本も負おうとしてるなっていうふうに向こうは思いましたか、はい、それはこれは大きいですねで特にあの安全保障法制で、はい、もう一つ日米同盟という観点から大きく前進したのは、はい、あの平時からアメリカの軍艦とか飛行機をアメリカが要請すれば守れるようになったんですこ、はい、これははですね、うん、あの集団的自衛権ってのはこう ユージの話なんですけど、これ平時の話なので、非常に今現実に目に目に見えるもんですから、うん、非常に大変感謝をされました。なるほど。では続いてここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープアップ。イージスアショア大対策はいかに。 これは25日のニュースなんですが、今朝のコメンテーター、河野さんにぜひ伺いたいということで、選びました。ニュースをまずおさらいします。防衛省は25日、導入を断念した陸上配備型ミサイル迎撃システム、イージス・アショアの大対策に関する試算を、試みの計算、試算を、自民党の国防部会と安全保障調査会の合同会議に報告しました。 防衛省が押すイージス艦2隻を新たに作る場合、5000億円程度かかるとの内容で、南西諸島防衛に転用可能なことなどを理由に、イージス艦を作るという案に賛同する意見が相次いだということです。このイージスアシアは本当メールもたくさんいただいておりまして、代表してこちら、ポンタさんというですね、京都京丹後市からいただきましたが、私は京都府北部にあります、京賀岬にある、え、ー アメリカ軍のレーダー基地で働くものですと。えー、今日のコメンテーター、河野東幕長には、2015年に視察をいただき、声をかけていただきましたと。えー、今回のご出演、嬉しい限りですといただいたんですが、えー、気になるのはこのミサイル防衛に関して、イージス・アシアの配備は政治的判断で凍結となりましたが、その経緯があまりにもちぐはぐで、こんなことでいいのかと思わざるを得ません。ミサイル防衛、日本を守るにはどうあるべきか、ご意見を伺いたいですと。はい。いただきました。お願いします。 まずあのー、このイーサー・ショアの、じゃ導入した経緯からちょっと申し上げますが、はい、あの、導入した時のですね、ええ、あの、東幕長、私でございまして、あ、えー、そうなんですか、ね。防衛大臣は小野寺大臣でした。お<ー>でですね、これあの、2017年なんですよ。はい、2017年、はい。で、この時にあのご、ご記憶の方もある通りですね、北朝鮮は非常にあの、 ミサイルをですね、もう何発も撃ったんですね。日本海、それから日本を飛び越える。ダムを狙うと抗原をする。それからハワイが入る。西海岸。最後は、11月29日だったと思いますけど、ロフテッドという高い撃ち方で撃って、それをこうやって計算し直すとワシントンまで入ると。それで北朝鮮は核保有宣言したんですね。その それと同時に、この2017年というのはトランプ大統領が登場した年なんですよ。そうで,すね、で、トランプ大統領が、はいまああの言葉で,です、ね、非常にあの金正恩委員長を攻撃し、ですね、うん、で国連総会で,です、ね、このままいったら北朝鮮を破壊するって言ったんですね、そういう言葉の応しも非常に激しさを増したんですよ。はいで それで,です、ね、じゃあ、日本の,この防衛体制は大丈夫かという議論になって、はい、そして、いやあの、ご承知の通り、イージス艦でまず撃ち落としますと、う残,もう残念ながら撃ち落とせなかったらパック3で、はい、まあ近距離を落とすと、ええまあ、この層立てですということなんで,す、ねはいで、それであのこの、こういう具合にあの非常にミサイルが飛んできてたもんですから、国民の方々も非常に危機感を持たれたんですよね。で、J アラートが鳴り、そして、はい、自治体によっては避難訓練もするという状況になったわけなんです。確かにでこういうい国民 の危機感が後押しとなって、政治の方も、はい、これで大丈夫かということになり、それで、今申し上げたに2層なんですけども、はい、もう1ついるんではないかということになって、ですね、えーで。もう20年も30年も研究開発しますなんて余裕はありませんから、うん、すぐ対応しなくちゃいけない話でしたので、できるだけ早くということが一つの条件でした。はい、でそれで、 当時あったシステムがサードとミスイーサーショアでしたので、<ー>え機種選定の結果、はい、イーサーショア導入を決定したんです。ーーで、それで、この時、あの、私の認識はですね、あの、えー、今言った経緯でしたから、 あの防衛省自衛隊がこう旗振って、ガン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 進んだというよりも、やっぱりあの国民の危機感がバックにあったんですよ。う世論の圧倒的なもんですかです。で、現にですね、あのこの導入を決定したのは2017年の12月の閣議決定なんですが、はい、2018年の確か1月に朝日新聞が世論調査をやってるんですよ。えーえー、で、イーサー・シュアの導入に賛成ですから66、66%、約7割近い国民の3分の2が賛成した確かそういうういい時代背景だっ,たっいうこととこなんですね。 それが前提なんです。で、それでは我々としては進めていったわけなんですね。で、それでで私は今回今、まあ、あの河野大臣が、はい、あのこのイーサーシャーをーやめると決定されました。えーえー、私はまあいろんなところでコメント求められるんですが、はい、私はこれは納得いかないとコメントしたわけです。で、それなぜかというとですね、まずもって北朝鮮のあの脅威で要するに。 今ミサイルは飛んできてませんが、一発の核も、一発のミサイルも放棄してないわけですよ、ですからそういう意味では本質的な距離は一切変わっていない、2番目がですねやめた理由というのがブースターなんですよね、イーサーショアが発動されるときというのは、もう日本が存亡の危機のときなわけですよ、絶対に撃ち落とさないといなうんですよねミサイルがこちらに向かって飛んできてるという最ね私も平時にブースターがですね基地の外に飛んでいくというのは大問題だと思いますが、そういう危機的な状況 のの時でですすすからまずは打ち落と,すというのが優先なんですよねんでそのブースターについてもです、ねあの、やりようがあったと思うんですよ、いきなりです、ね、情勢の変化はないのに、今、飛んできたということは恐らくないので、はい、情勢の推移を見てです、ね、避難をしていただく、えーえー、あるいはシェルターを作るということで、あの住民の方々の安全確保をするすりは私はあったと思いますし、はいで、現にこのブースターの問題が解決されなくても、えー これ、萩で問題になったんですけども、萩の方々は受け入れるという決断をしていただいてたんですよ、その直後に自ら辞めるとことになっちゃったので、これ、なんでなんだということで思いました、したがって私としては、これ納得いかない、今でも納得いかないんですが、ただ、その時の議論としては、今まで防御防御といっても限界があると、やっぱり公益も考えなくちゃいけないんじゃないかという議論になったので、それならば分かるということなんですよ、私は。 それで敵基地攻撃をどうか、どうは、持とうか持たないかという議論になり出したんですよね。総理の対、あの、安倍総理対任の会見でそれを言いい。そうです。で,すで、さらに、あの、談話も出ましたよね。そうです。ただ、談話は、あの、閣議決定されてないので従ってあ、 ですが、政府を拘束するという談話にはなってないんですが、ただ、安倍総理の気持ちを述べられたということの位置づけなんですけどね、なるほどただあの、私としてはですから、もともと納得いかなかったんですが、そういう、ええ、もう一回白紙に戻して、攻撃も考えて、検討しようじゃないかということだったので、ええええ、ならばわかるということだった、ところが、この敵基地攻撃の,の話は、まあまあ、なんかもう先送りみたいになっちゃい。な イース・アーシアの大対策として、まあはい、リグの上に置くとか、商船<ー>の上に置くとか、はい、専用艦を作るとか、えー、イージス艦を作るとか、まあ、こういう出てきたわけですよね。で、今、なんかどうも報道によりますと、イージス艦を作る方向でやっておるということなんですが、はい、あのただ、これあの、イージス艦を作るといったって、そんな簡単な話ではなく、ですね海上自衛隊としては。はい イージスアッショアがあるという前提でしかもこれは陸上自衛隊が運用するという前提でしたので、ええ、それで、えー、今後はですね、えー、イージス艦は一応8隻で打ち止めにして、はい、そしてよりコンパクトな、うん、あのイージス艦で大体いい300人乗ってるんですが。 90人ぐらいの船を毎年2隻ずつ作って大量作って、うん、そして東シナ海の中国への対応に持っていこうと、うん、舵を切り替えて、うん、でその一番艦がせんだってしもう浸水したんですよ熊野というかそしてですね今これでまたあのイギリスから2隻持てということになると。はい あの、資源は限られてますから、人と金は。うもう一回ですね、考え直さないかんということになると思うんですよ。だから、あの、海上、私までもう、リタイアはしましたけど、海上自衛隊としては、非常に、あの、 そんななな簡単な話じゃいいと私は思いますよ、ね、これ、今のお話を伺っていると、じゃあ、そうなるとですよ、そのあのミサイル防衛でそっちにこうリソースを割かれるということになると、今度、じゃあ東シナ海どうするっていう問題に発展すると、もうミサイル防衛だけじゃなくて、日本のこう防衛全体の話になってくるわけですねですですでであと、人という観点からいきますと、ね、はい、この,あのコンパクトな船、FM、うん FFM っていうんですけども、フリーゲートですね、でこれ、90人なんですけども、はい、これをですねあの帝国海軍もやったことのないですねシフト制というのを導入します要するにあのツークルー作りまして、はい、でこれでもってあの人員を効率的に使って、船のこう稼働率といいますけどもあのあの、よりよく動けるように、しかも乗員は休めると。 ワンクールーーですね。ワンクールーこれ陸上で休むから、ね、休むですね。で、で、でこうやって、その少ない人員をやりくりして、<ー>そして<ー>まあ負担をけい上位の軽減をし、なおかつコンパクトにして省力化しましたので、そんなに人間もいらないと。うこういう方向には。 あの、知恵を絞って持ってったわけですよ。なるほど。ところが、イースカ持つのはですね、これ、だた300数人、数十人いるわけですよ。<え>ここそれをローテーションでっわけやることにそいうっていうことになりますね。はい、単純計算で600人か700人かもう一回、準備せってかっていことになるわけですね。しかも教育をもう一回やらないか,かそうですよね。いきなり配置なかできないです,、ねで,すね、なですよね。だからこれもですね、あの、人員という観点からの相当負担はかかってくるなと、私はまだそう、今、 まあ常識的には想像しますけどねしかも海上自衛隊は一番こう募集は大変だって言われますよね。あのやっぱり船の上となるとですね、まあ、いろいろ施策はしてるんですよ w i f i をある、まあ、時間は制限してると思うんですけ、はい、やったりとかですね。w i f i つなげたりとか。えー、で、まあ、そういう施策でもやっぱこう陸上にいるのと よりりはやっぱり制約かかるのはもう事実なんですねでそれを乗り越えてもらって、はい、船にねあの、やっぱ使命感を持ってもらって、あやっぱ海洋国家、日本ですから、その防衛のために参加してもらおうと、八、ま、方、あ、手を尽くしてますけども、はい、あ大変、募集が厳しいのはそもそもが少子化になっていって、うこう若い人の数は減ってる中で、取り合うそうな、ね、そうなんです。 いろんなことを考えてやってたのになんか、それ、一気にご飯作にしちゃったような感じで。一気にご飯作りしちゃったというかもしれません。<ー>これは、もしかしたら、あの、いいですか、二席を作る方向になるとですね、相当な、あの、 組み替えをしなくちゃいいかんこととは事実だと思いますで一方でその敵意識攻撃能力は全然こう議論進んでないところですが、えー、あれはあれでなんか二者択一みたいな議論をする人もいるじゃないですか、えー、でもこれ両方必要なんですよね。あね。世界的な話というか防衛の常識としてですね防御はもちろん大事なんですけども、えー、やっぱ防御と攻撃がコンビネーションしてやっぱ日本の,あの,あの防衛体制というのがやっぱり だからんあの、攻撃は一切持ちません防御だけですとなると、これやっぱりちょっとアンバランスだということと、それとですね一般論として、ね、はい、して攻撃兵器と防御兵器を比べた場合、はい、いや防御兵器の方うお金がかかるんですよ。うん、でなおかつあのこう、歴史をひもとくと、この防御と攻撃のこうシーソーゲームなんですよね。はいで 一般論としては、攻撃が先行するんですよ。<え>攻撃の能力が。で、それに対して防御が追いつくと。あこそういうことなんですよ。そういった面でも、やっぱ防御側っていうのは、やっぱりそうあの不利な面もあるんですよね。防御オンリーっていうのは。ですから、そこはやっぱりですね、あの目的はやっぱり日本をいかに守るかということですので、そのためには何を持つかということ。 うん、論点からですね、はい、議論を進めていただきたいなと思うんですけどね。うん、はじめから上制約をかけるんではなく、大目的が何なのかというところが、はい。そうです、そうです、うんえー。イーズさん氏は大対策う等々について、カ、え、ノ、ー、さんにお話を伺いました。